麻雀最強戦2023グループリーグ7女たちの殴り合い A 卓近代麻雀アンケート1位篠原さゆみ。ここは花園神社です。今回私が最強戦に出場できるのは投票してくださった皆さんのおかげなので、ファンのみんなとの思い出ってどこかなっていうので探した時、毎年ファンの方と一緒に、初詣に来る場所で花園神社が思い浮かびました。自分でもこんなに応援してくれてる方いるんだっていうのが今回のアンケートで分かったというか、めちゃくちゃ嬉しいです。なんか泣きそうになっちゃう私プロ7年目になるんですけれども、プロになる前からずっと見ていた番組で、やっぱりすごく憧れの番組っていうのがあったのと、私母がきっかけで麻雀プロになってるんですけれども、母がすごく最強戦大好きで見ているので、私が出ているところを見ていただきたいなって思ってたので、すごい出演したかったっていう、はい、そうですね。でも気持ちで負けちゃいけないなっていうのはすごくあって、相手がどんな人でも自分が今までやってきた努力の成果を出せるように頑張りたいと思ってます。未だに1位にさせていただいたことが夢みたいで、皆さんからの応援を借りて、今度は私が最強戦の場で1位を取れるように頑張ります。麻雀最強戦優勝。女流プロ最強新世代優勝、杉浦麻由。私が店長を務めさせていただいているお店、神田にあるマージャンニャオというお店です。思ったより私の勝手にさせてもらってるので、楽しく過ごさせてもらってるかなと思います。あ、でも去年の最強戦を見ましたって来てくれるお客様が何人かいらっしゃって、すごく嬉しいです。はい、勝つと増えるなと思います。そうですね、その中でも折り打ちとかしてしまったところもあって、嬉しいというよりもなんか悔しいなっていう思いがちょっと勝ったんですけどありました。あれはそうですね、ちょっとかっこいいところが見せれたかなと思います。緊張というかふわふわしてたかなっていう感じで、集中しきれてなかった、なんか卓上に入りきれてなかったかなっていう、完全に鈴木大輔さんにこうめちゃくちゃにされたっていう、もう好き放題させてしまったので反省してます。去年はファイナルで悔しい思いをして敗退してしまいましたが、今年はまたファイナルに行って勝ち進めるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。女流プロ令和の乱優勝、内田美子。はい、ここは、双子玉川の河川敷です。あ、ここよく来ます。近代麻雀の集中力で2倍勝つ方法、いや、ここで依頼されてましたね、金本さんに。いや、コラムも任されたし、なおさら勝たないといけないなって思いましたね、あの時は。和久津さん、文吾さん、中田さんと同卓してた曲があるんですけど、そのオーラスすごい接戦で、和久津さんが2フーロしたんですよ。ゾワッてしました。その時はもう、あ、テンパってるって思ってて、和久津さんが。で、それもうビシビシ伝わってきて、私も和久津さんの宝珠牌持ってきても全部打つぞっていう、そこが一番腹くくって押したのがすごい心に残ってます。あんまり気にしてない、誰が相手かは。みんな好きです。みんな喋ったこともあるし、強いて言うなら菅原さんですかね。いや、もう絶対ファイナルに残りたいっていうのはみんな思ってることだと思うんですけど、私はもう去年瀬戸熊さんにもうやられたなって思ってて、あの舞台で再戦したいなって思ってます。そのためにはまずファイナルに残らなきゃいけないし、今年逃したらまたいつこのチャンスが来るか分かんないんで、どうしてもファイナルまで行きたいですね。とりあえず第一目標は、
はい、でちなみに、はい、自然の中を5分歩くと集中力が高まるっていう研究報告もあります。女流チャンピオン決戦優勝、菅原ひろえ。ここは最強戦が行われているスタジオです。私が最強戦があるアシスタントだった時に毎月お世話になっていて、その後も去年も最強戦ファイナルでも来た思い出の地なのでここを選びました。正確にはその M リーグが始まる前なので、そうですね、また一つ負けられないものが理由ができたなという感じです。あと内田プロとの再戦もあると思うので。本当ですか？なんかビーストジャパネクストの方では意識する相手いますかっていう質問にいないですみたいな、眼中にないですばりに言われたので、なんかあって思いましたけど、はい、それなら良かったです。ありがとうございます。麻雀最強戦はファイナルのリベンジもあるので絶対に負けられないです。たくさんの方に応援していただいていて、Mリーグの分も負けられないので、2023はまたファイナルに行けるようにまずは頑張りたいと思います。